皆さんこんばんは。アイリス大山さんと白花さん、久々の登場です。白花さんを朝の予約で焼いていきたいと思います。それでは始まります。まずは冬場なので釜を温めました。お湯を3分の1ぐらい入れて、そしてだいたい3分ぐらい、置いて釜を温めてから始まりたいと思います。それでは朝焼きなので、まず水分を入れてからその後粉を入れたいと思います。まずは白花さんから。白花さんは、WT レシピの 250g、 強力粉 250g で、焼いてみたいと思います。条件を一緒にするのはちょっとできないので、なぜできないかというと、これ2斤なんですけども、こちらはアイリスさんは2斤だとやっぱり火力とか熱量とかちょっと違うかもしれないので、それで一応はこちらは2斤なんですけども、1.5 斤、測って、それでこちらは、250g の1斤で測って、それで作っていきたいと思います。それからあともう一つ、重要なことは、私にとって重要なことかもしれないですけども、釜の重さを測っておくと。ということはどういうことかと言いますと、間違った時にもう一度チェックし直すためには釜の重量を測っておいた方が安心だなと。どうしても水分入れ忘れたとか、水分と牛乳とかそういうの入れ忘れたっていうところの時は、そこからもう一度やり直しということでやっていけますので、白花さん 315g、 それからアイリスさん 342.5g ということで、白花さんを始めたいと思います。ちょっと多いですけども大丈夫でしょう。それから強力粉が 250g、 はい、これで蜂蜜ですね。蜂蜜の量はね、25g にしたいと思います。それでこちらはできました。白花さんできましたねまだイーストが 3g、 3.1g なんですけども、 3g で、これで2つを明日の朝できるように設定したいと思います。はい、こちらが白花さんです。白花さんの設定は何時間後に焼けるっていうパターンの設定なので、ただいま11時なんで 1,2,3,4,5,6,7 8時間後に焼けるということで予約いたしたいしたいと思います。8時間後、焼き色濃い、それで8時間後で
スタートします。選択メニューが1、ここに書いてあるのがいいですよね、やっぱりね。ここに書いてあるのが、こう選択のね、アイリスさんです。一応一斤で焼こうかな。食パン焼き色濃いにします。それでサイズが一応冬場なんで2斤で焼いてみますかね。8時間後、あ、プラスマイナスついて、これはいいな。それで焼き色は濃い。8時間後に出来上がりって出ましたね、ここに。8時間後に出来上がり、はい、ということで明日の朝を待ちたいと思います。皆さんおやすみなさい。この2台で焼いてみます。はい、全部設定終わりました。この2つはパナソニックさんは最初にこねちゃうんですけども、この2つはこね始まらないんですね。結局は最後に結局7時間後だと大体これ4時間かかりますんで、4時間7時の4時間前ですから、大体4時ごろから始まりますね。それからこれ始まるんですね。ですからその間にあまり冷えたり寒かったりするとうまく焼けない可能性は、寒冷地っていうかね、ここは氷点下最大で14、5度ぐらいになるとき私ありましたね。なんでそういうことを考えると、一応釜も温めておきましたけども、多分冷えちゃいますよね。もう冷えてますけども、でもまあ牛乳とか水とかはそのままの冷蔵庫から出して、それも温めれば一番いいのかもしれませんけども、まあ、それだとちょっと面倒くさいんで、いちいち牛乳とか水とか温めて、やらないで簡単にできればいいですよね。そのためにはやっぱ釜を温めて、水分も釜の温度でちょっと温まるという、それからそれでやっていきたいと思いますので、皆さんおやすみなさい。明日の朝また会いましょう。あと7分ですけども、中がいっぱいになってますので出しましょうかね。これはいいですね。これは、え、嘘、 MK もやっちゃった。MK さんはね、やっぱりあと1分ですね。やっぱり早いですね。7時なんですけども5分前にできちゃうね。それでは準備しましょう。白化が取れない。お、上手に取れた。はい、はあ、三兄弟、結構いいかも。あと1時間ぐらいしたら切ってみます。これがアイリスさん、これがシリョカさん、これが MK さん。 MK さんも焼いちゃったんですよ。すいません MK さん、ちょっと心配なんで。他のやつはでもみんなよくできましたよね。やっぱり 1.5 斤とか2斤、これが 1.5 斤用まで焼ける MK さん、これが2斤まで焼ける。やっぱり2斤焼きとか 1.5 斤の方がいい形になりますよね。まあこの形も悪くはないんですけども、でもまああれですね、まあまあですね。こっちの方がなんか食パンみたいだよね。まあパリパリ、ちょっと塩川さん本当にしばらくぶりなんですけども上出来でしたね。
前はもっとあの食パンっぽい色のなんかパンがベストだなと思ってたんですけども、なんか WT さんも言ってましたけども、これくらいのパンが一番、これくらいのパンが一番いいんだみたいなことを言ってましたね。そういうパンがあの作りたいとかって言ってましたね。なんか WT さんはあのあれなんで、パナソニックなんで、だから本当にレシピでもう決まっちゃうのかなと思いますよ。この間も言いましたけども、あともう一つはあるある間違い、あるある間違い、全部で8つ、8文字なんですけども、まあ、関係ないか、あるある間違いで一番やっぱりミスるのが計量ミスでしょうね。危なかったですよ、昨夜も。計量ミス、水の量、水分量、粉の量、やっぱり入れるときにやっぱり量が変わっちゃう。それから入れたか入れないか分かんなくなるから、やっぱり毎回毎回動画に撮ってやっぱり置かないとダメかもしれないということで、あと1時間後に、焼いてみます、違う、1時間後に切ってみますね。すいません、それでは切っていきましょう。白かさ、いいですね。これ250g。おはようございます。これにお湯入れてあげて、お湯沸いてるから、MK さん、やっぱり MK さんは最高だな。重さもね、やっぱりすごい軽い。まあこのレシピでもこんがりとか、あのそういうのでみんなで焼いてるんですけど、こんがりじゃない、みんないい感じですよね。このやっぱり白か火力強いのかな。はい、三兄弟ということで、やっぱりパンは3日ぐらい、3日目が最高かもしれない。でもこのレシピは最高ですね。ということで、皆さんいってらっしゃい。よくできましたって何比較するんだっけ。外はね、パリ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 、これはMKさんは結構ふわふわ、これ多分袋入れたらすごくいい状態になる、まあ、これも袋入れたらいい状態になると思いますね。
1976年。死んじゃったね。